バリバド。バルネラ・サレントゥール。どうも、ワームテルカヤと。ポーズシンプルにモテない、あ、元からしたバリバドのリッサホネです。よろしくお願いします。お願いします。第2弾トリプルス。おお、はい、まあ、ハイレベルな、はい、まあ、正直、はい、ごめん、あ、1本目の動画あんま伸びてないですが是非見てください、ご覧ください、対戦カード発表します、はい、下川、くずば、しもちゃん、谷役や、やっと長いわ、長いっすね、4人も、はい、もうえぐいっす、えぐいっす、はい、モサばっかり、はい、自分以外、はい、全員全部です、はい、おかしいっす。対戦相手、はい、大平、田中、山岸、アルザベ。長いな、やっぱ長い、はい、もうレベルか、レベルがもう、はい、本当にガチモサ、もうめっちゃエグいっすね、エグいですね、はい、早いタッチとテイクダウンね、そこら辺に注目してぜひご覧ください。では本編の実況解説をやっていきます。始まりました、はい、大平さんサーブ、しもちゃんレシーブ、しも、はい、今しもかさんよく取ったらこれじゃないですか、よく取りましたね、はい、うまっ、下川さんこれ打った後これうまくないですか、うまいですね、見てないっすよ多分。なんか最近自分も結構気づいたんですけど、見ない手元をこう打つとき、はい、予測すると見ないで相手をもう感覚、はい、感覚、はい、最近めっちゃ意識してるのは、はい、本当にとにかく相手を見る、はい、もうレシーブとか特にもうラケットの面見る必要ないと思ってて、うん、はい、今のラリーエグかったっすね、地味に、へ、なんか自分が変なこと言ってる間に、はい、早っ、黒田さんが、はい、瞬間移動しますね、はい、早すぎません全員瞬間移動しますタッチ早っ、ああアウト、なんか手前結構あれあれみたいな顔してますけど、おいおいおいみたいな、まあ、実際ちょっと何て言うんでしょう、まあ、もらっとくかみたいな感じになりましたね、はい、はい、ありがたいですね。なんかこれ3対3、あれですね、いっぱい人数でなんか喧嘩始まりそうですね乱闘始まりそうですね、全然で、で、さっきの鈴木なんですけど、はい、やっぱ見なくていいんすよ、やっぱレシーブとか、はい、あの前衛とか球当たんなくないですかね、なんか当たるんです、絶対多分強い人たちって多分見てないですよ、打つと、はい、下川さんとか大平とか、はい、はい、見てないです、見ないで、はい、もうなん、こちらで相手の方行って、はい、もう、はい、これね、こう見ないことによって相手がいないところ見えるわけじゃないですか、はい、だからすごくいいんですよ、こう触れたりコース変えられたりできる、やっぱ大事なのは球の質もありますけど、はい、相手の動きとかその状況を状況で変えるのが大事なんですかね、はい、そうなんですよ、結局威力大事なんですけど、はい、威力も大事なんですけどやっぱコース、その時何を打ったとか、はい、はい、いやー確かにコース、相手のいないところに打つとか、それって意外と簡単なようで難しいですよ、はい、有田さん今ジャッジバリイン、バリイン有田さんチャリチャリでもチャリチャリじゃないです、これはチャリチャリじゃないです、資格じゃないんで9-7ナインセブンと2点差、はい、ここ、うわー、いい爪ですね、いい爪やな、はい、有沢さん、杖の有沢さんですから、これ有沢さんもちろん光栄っすね、やっぱり、まあ、確かに確かに、で、今大平さんのスタッシュ見ました、やばいですね、真ん中に角度もえぐいし完璧でした、完璧なスマッシュ、はい、パーフェクトスマッシュでしたね、今、はい、いいよ、タッチ早いな、いや、大平さんでしょ、まあ、危ない大平さんどっか行っちゃいました画面外に危ない、なんか結構今回大平さん、はい、ガンガンですね、ガンガンですよ、ガンガンです、はい、おお、ごめんなさい、あ、痛がってるあー、これは
あちゃんと謝ってます。結構痛そうですよ、ね、ちゃんと謝ってます。えぐっ、えぐいな。山岸くん、えぐい、えぐいですね。なにそれ、クロスであの軽くですもんね。はい、超角度ありませんでした。やばかったですね。やばい。山岸さん結構ジャストミートしてますよ、ね、はい、バコンって、はい、やっぱだから減速しないんですかね。たま重そうですもんね。あのスラッシュはジャストミートさせるんですよ、当たり前すぎさん。あ、自分だけ、この悩み自分悔しい。はい、いく、しっかりカットして沈める。あれ、こう面に普通に当ててこうクロスオップ打つと多分浮きますよね、多分浮いちゃうんですよ。そうなんですよ、はい、であそこカットすることでするとやっぱ鋭くなるじゃないですか、カットすると。結構スマッシュの打点と同じぐらいですよね、はい、あえてのカット、はい、そうすることでやっぱあの沈むから相手も結構タッチ難しくなってくるんですよ、はい、今のうまいな。これしっかり角度つけますよね。しっかり角度つけます、はい。ショットも速っ、やっぱショット、うお、えぐっ、え、これこれネット横から入ったんじゃないかって。うわ、ちょっと行ってますよ。 はい、これどうなのか、どっちだ。うん、あのめっちゃ上っす。はい。タイさん、はい、何言ってるんですか。はい、ほんとすいません。全然ちゃんとネット超えてるじゃないですか。全然あの白帯上ですよ。いやでもそれくらい入り方エグかったんですよ。確かになんか田中さんのもう全員エグかったですよ、ジャンプして、はい、ここで、はい、タッチ前、マジエグかったっすよ。タッチ早っ。いや、なんか結構やっぱあれですね、はい、返球が早いんで、はい、あれですね、こうちゃんとバコーンって打とうとしても早いんで合わせるのも難しい。そうです、そうです、難しいです。はい、惜しいなー。ああ、いい、いやでもいいんなんだ。はい、うい、いや、これはあーなー、これはまあちょっと、はい、あの無言の時間が続きましたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。トリプルス見てて楽しいです。楽しいです。はい、そう、やっぱダブルスの練習みたいなめっちゃなるんですよ。はい、はい、やっぱトリプルスっていかに相手のショット張って全て詰めて、で速く速くしてどんどんフォークしていく、動いたら少ない、はい、これダブルスにすごくあの応用できるんですよ。行かせますね。はい、これ日本代表の方々もやっぱ練習とかでやってたりする。あ、そうなんですね。はい、これぜひこれやってないかなとか言いましたら、これぜひやってほしいですね。本当に楽になります。勉強になりそうです。はい、ダブルスと違って、はい、トリプルスなんかは、はい、トリプルスならではの、楽しさとか、はい、迫力ありますよね、やっぱり。ありますよね。そうそう、ないみたいです。迫力ないみたいです。トリプルス皆さんやめましょう。すいません。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バルネラサメントゥース、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価コメントもどしどしお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。